よいしょ、かずこでございます。ということで今日なんですけども、この眩しいぐらいの天気、これは神様が今日はバーベキューをやりなさいって言ってるってことなんですよ。なので今日はバーベキューをやっていきたいと思います。というわけで本日の食材がこちら、たくさんの貝たちっていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして本日の食材がこちら、たくさんの貝たち。もう今日はね、たくさんの二枚貝から巻き貝用意しました。一回部屋の中持ってってご紹介と、あと仕込みですね。そしたら今日用意しました貝を発表したいと思います。今日は貝だけのバーベキューなんでね、ものすごいいいところ集めてきました。まず1つ目、これ分かる方いますかね。僕の動画ではちょこちょこ登場するんですけど、赤と白のとても縁起のいい貝ですね。こちら月日貝という貝でございます。一見ホタテに見えるんですけどね、ホタテとはまた違う貝です。僕の住んでる愛知県でもこちらの貝はよく取れますね。とてもこれ美味しい貝なんですよ。で次、もうバーベキューといったらこちらですよね。じゃん、ホタテ。これがないと海鮮バーベキューは始まらないんじゃないですかね。もうみんな大好きホタテですよ。ものすごい大きいの買ってきました。ほら、もう僕の拳より大きいですからね。これは貝柱の大きさも期待できると思います。次、もう僕がバーベキューやるって言ったら、これが仕入れれなかったらバーベキューやりません。大あさり、これ正式名称が内紫っていう貝なんですけど、これがうまいんだよな。全国的にはそんなにメジャーな貝じゃないんですけど、僕の住んでる地域ではもうこれはもう大人気、もうバーベキューのど定番ですね。ホタテと肩並べるぐらいバーベキューの商材としては知名度の高い貝ですね。でお次、こちらもバーベキューにあったらドンと花が咲く、そんな貝です。こちらサザエですね。これは好きな人はものすごく好きな貝ですね。ちょっとほろ苦いね、大人の味がします。サザエって波の荒いとこで育つとこういう風にね、トゲトゲいっぱいつくんですけど、波が穏やかなとこだとトゲついてません。ツルツルです。味は全く変わらないんですけど、見た目的にね、バーベキューするんだったらこのトゲトゲのサザエが好きですね。でお次ですね、バーベキュー界の貝の王様、こちらアワビですね。アワビが1人1個食べられるバーベキュー、誘われたいですね。今日はね、僕1人なんですけど2つ買ってきちゃいました。しかも天然物です。ほら、まだグリグリすごい生きがいです。養殖物も安定してうまいんですけど、やっぱりこの天然物のアワビっていうのは香りとうまみもう全然違います。でお次、これはね、お寿司屋さんではよく見かける貝で、バーベキューではまず見かけないっていう赤貝。しかも大きいですよ。ものすごく大玉です。拳ぐらいのサイズあります。めちゃめちゃでかいです。これ焼いてもうまいってどっかで聞いたことあるんですよね。もう焼いて食べたことないので今日は挑戦したいと思います。バター醤油で食べたいと思います。でお次ですね、僕の大好物、牡蠣。これ真牡蠣ですね。岩牡蠣も買ってきました。今4月なんですけど、時期的にうまいのはこっち真牡蠣の方だと思います。岩牡蠣もだいぶ身入りが良くなってきてるんじゃないかなと思うんでね、両方買ってきました。でこちらはね、インターネットで注文しておきました。じゃん、何やらおせんべいのカンカンに穴が開いてますね。この中にじゃん、洗浄された綺麗な養殖牡蠣が1杯入ってます。これガンガン焼きっていって、このまま火にくべるだけでこう蒸し焼きになるんですよね。これめっちゃ豪快で簡単でお腹いっぱいになる最高の料理なんでね、これをバーベキューでやっていきたいと思います。でお次、これね、ちょっとマジで珍しくて、ふるさと納税で買っとったやつがこのタイミングで来たんですよね。よだれ皆っていう貝ですね。正式名称がシマミクリ貝とかシマアラレミクリ貝っていうらしいですね。ちっちゃい巻き貝なんですけど、塩茹でとかにするとすごい美味しいらしいんで、こいつも今日は塩茹でにして食べてみたいと思います。僕初めて食べます。これよし、じゃあまず仕込みしていきましょう。まずはこのよだれ皆を茹でていきましょうか。軽く洗っていきます。特殊な香りがしますね。貝の匂いなんですけど、どこか奥底にコーヒーみたいな匂いがしますね。ちなみにこれは九州の方のふるさと納税でいただいた貝です。僕らの地域ではこれ見ませんね。そしたらお湯にお塩で貝を入れます。ちっちゃいんで5分ぐらいで OK だと思います。はい、では茹で上がりましたら開けていきます。うわ、いい匂いだな。梅貝系の匂いですね。ちょっと癖ありな感じの香り。そしたらこちらは冷やしておきましょうか。ではお次はホタテ系をいきましょうか。包丁でもナイフでも何でもいいんですけど、ホタテはここに貝柱が入ってますんで、こう見た時に平らな方、こっちを外していきます。で、隙間が空いてなかったら、こうやってぐーっとこじ開けて、こう親指でこう押さえます。そうすると固定されますんでね。そしたら、この紐がついてます。紐があったら、紐の裏をこうめくって、で、ここ貝柱の付け根ですね。そしたら、ここを外します。パカッと。これでよく見る形になりましたね。で、鮮度のいいホタテっていうのは、こう、貝紐を触った時に、こう、動きます。貝紐が。わかりますかね、これ。これすごい鮮度がいいです。まだ貝柱も生きてます。紐がキューッと締まってますよね。紐がぐにゃ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 ってなってるのはあんまり鮮度が良くない。こういう風にどん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 剥いていきます。そしたら一度洗います。ここでよく洗っとかないと砂がジャリジャリする可能性ありますんで、もう思いっきり水で洗っちゃってください。ここは。よく水で洗うと旨味が逃げるっていう方いるんですけど、この段階で洗う分に関してはよっぽど旨味は逃げません。ホタテもね、割と砂噛んでるのは噛んでるんですよね。養殖物はよっぽどいいんですけど、それでもね、やっぱ心配なので、きれいに洗ってください。はい、こんな感じで立てかけておいて水切りしてます。その間に、月日貝。こちらも同じようにやっていきましょう。月日貝はもうほぼね、同じなんですよね。この丸みが。なので白い方でも赤い方でもどっち外してもいいと思うんですけど、若干白い方がこうぽっこりしてる気がしますんで、白い方に身を残します。ってか、すごいいいな、この月日貝。めちゃくちゃ貝柱太い。ほんとね、いて、あ、痛かった今。こんなに貝柱太いのなかなか見ないですね。で、こう、ホタテと比べて貝柱の色が白いですよね。これもね、月日貝の特徴ですよね。はい、こんな感じ。そしたらこちらも同じように洗っていきます。そしたら、ここですね。黒いところ。これ、うろって言います。ここはまあ食べられないことないんですけど、古くなるとここから匂いが来るのと、貝は毒素をここに溜め込むらしいので、取った方がいいって言いますね。包丁でこう V 字に入れて、ポコポコポコっと。そこまで神経質に取んなくてもいいと思いますんでね。はい、こんな感じで鱗が取れました。そしたらもうあとはこれ焼くだけなんですけど、もう一工夫だけします。まだホタテ、こっち側の貝柱がくっついてますんで、こうやって取れません。で、下火で焼いていくうちに、ここが剥がれるんですけど、まれになかなか剥がれないやついませんか？こっち側完璧に焼けてるから裏返したいんだけど、なかなかくっついて裏返せれないっていう経験。で、そうこうしてる間に汁がピシャッと飛んで火傷しちゃうとか。で、それを防ぐために、もうこの段階で、ここ貝柱外しちゃいます。この状態にします。で、戻して、これで焼いてあげると。そうすると確実に火が入ります。で、お子さんとか女性の方がいるバーベキューだったら、これをさらにこの状態で半分とか4等分に切って殻に戻して焼いてあげると、これで箸で一口でパクッと上品で食べられますんで、この生の状態で仕込んであげること、これ大事だと思います。まあ、今日はね、僕ワイルドにガブッと一口でいきたいんで、このままいきます。これで月日貝とホタテの仕込みは完成ですね。次、大あさりいきましょう。大あさりも仕込みが必要な貝ですね。ハマグリみたいに1個そのまま網で焼くと中に砂がたくさん入ってますんで、ジャリジャリの大あさり焼きが仕上がってしまいます。包丁でまず真っ二つにします。ここまで。で、この状態になりました。そしたらぐるぐるぐるっとねじって剥がしちゃいます。この状態に全部します。はい、こんな感じ。そしたらこれを洗っていきます。流水で洗っていきます。で、砂が溜まってるポイントは、この水管の中と、この水管が出入りするここ。で、この内臓の裏側とか、この紐の周り、ここによく砂が溜まってますんで、きれいに洗っていきます。ここを洗えばよっぽど大丈夫です。これで大あさりの仕込みの完成。はい、お次。サザエの仕込みですね。サザエもこのまま焼いても全然いいんですけど、食べやすいように少し一工夫。まずはバターナイフかなんかで、サザエの付け根。ここに思いっきり入れます。そうすると、ポコッとこのサザエの頭が取れます。ここがコリコリして美味しい部分ですね。お刺身とかにするとこです。で、まだ内臓とサザエの、なんて言うんだろう、紐みたいなとこが残ってますんで、それをくり抜きます。まあ、お刺身作るときと同じ原理ですね。で、こうやってくり抜いちゃいます。ほんで、サザエも砂噛んでる場合があるんですよ。で、サザエが砂噛んでる場所っていうのは、ここです。ここ。このぐるぐるぐるーっとオタマジャクシのお腹みたいな。渦巻きあるじゃないですか。その渦巻きの上。ここですね。なので、こっからここまで入ってます。こっからここまでの間に砂を噛んでる可能性があります。渦巻きの上で1個落とします。で、この渦巻きの下。ここはね、すごく甘くて美味しいです。ここは食べます。で、ここも切っちゃいます。で、ここがすごく苦味が強いんですよね。苦味が好きな方はここも一緒に食べるのがいいと思います。でも稀に砂が入ってるかもよっていう部位ですね。で、これは取っちゃいます。で、ここですね、貝柱のこの袴と、貝柱みたいなところですね。ここは美味しいので、つぼ焼きにします。ほんで、この袴ですね、このビロビロのところ。これ見えますかね、これ。ここがね、苦味がすごく強いんですよね。なんで、苦味が苦手な方は、こう取っちゃってください。で、あんまりこうやって苦味のある部位を除去しまくっちゃうと、サザエ独特のあの苦味のある癖になる味がなくなりますんで、まあ、そこら辺はお好みで。まあ、袴までは取らなくていいと思うんですけどね。そしたら、蓋と身を外して、で、ここに赤いの見えますか？これがね、サザエのくちばしですね。これで海藻とかをもぐもぐもぐと噛んで食べるんですね。これはちょっとジャリジャリというか、コリコリしてますんで、取っちゃいます。で、あとはもう食べれる部位なので、これを半分ぐらいですね。このぐらいに切っちゃいます。なので、こんな感じに分かれました。そしたらこれを殻の中に戻していきます。で、戻すときに、この蓋ですね。この蓋を、ここに最初にセットしちゃう。こうやって。そうすることによって、身がこれより下に行って迷子にならないので、蓋で線をして、で、その中に身を戻していくと。こんな感じ。これすごく食べやすいと思います。まあでもね、このままブリッと剥いてガブッとかぶりつく食べ方、あれがうまいんですけどね。なんで今日は2パターン作りますね。食べやすい方と、ブリッと出して食べる方。まあ、これは完全好みの問題ですね。これでサザエのつぼ焼きの仕込みの完成。はい、次こちら。アワビですね。で、アワビってこれ生きたままそのまま焼くと、こうグリ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 して、すごくかっこいいんですけど、特に天然物なんですけど、天然物アワビのここの部分って、すごく汚れてるんですよ。これ見てもらうと分かるんですけど、砂がすごくついてるの分かりますかね。アワビって海の中の岩をこうやって這いずり回って餌を食べてる生き物なので、どうしてもこの這いずり回ってるここの部分っていうのは砂とか汚れがついてしまうんですよね。で、これを掃除しないでボンと焼いてしまうと、なんかすごくジャリジャリするし、なんかちょっとバッチリですよね。洗うと弱ってしまうんですけど、もう仕方ないですよね、これ。指先ぐらいじゃなかなか落ちないので、こうやってブラシとか、こういうのを使って、ゴシゴシゴシと、キュッと締まってちょっと、なんか元気がなくなっちゃいましたよね。でもこんなに綺麗になりました。でもっと綺麗にしたい方は、塩を振って、塩もみするとぬめりも落ちます。まあ今日はバーベキューで踊り焼きなので、このぐらいでいいと思います。はい、これでアワビの仕込みの完成。次、赤貝か。最後ですね。赤貝はまずはこれ洗いたいですよね。こんな感じ。そしたら赤貝はまあ割ってもいいと思うんですけど、あえてこいつはそのまま何もいらんことせず やってみましょう。岩牡蠣と真牡蠣。これも綺麗に洗って仕込みは OK ですね。よし、そしたら貝の仕込みが無事終わりましたので、庭に移動して炭を焚いていきたいと思います。よし、そしたら今日はこちらのバーベキューコンロでいきます。今年はこいつが大活躍しそうだな。そしたらこちら炭ですね。まあ、炭の炊き方いろいろあるんですけど、僕は片一本にぎゅうぎゅうに詰めて、でまず炭下に引きます。ほんで邪道かもしんないんですけど、僕着火剤の代わりに最近薪を使います。これよく燃えるんですよ。で、その上にさらに炭を置いていくと。そしたらガスバーナーの登場ですね。で、バーナーで火をつけます。はい、こうやって煙が出てきて、薪に火がつきました。で、薪の炎がこうやって徐々に徐々に炭に行き渡っていきますんでね。はい、そしたらこうやって薪に火がついて、炭にも少しずつ火がついてきました。そしたら送風します。風を送って、さらに火を強くすると。もうここまで来ちゃえば、こっちのもんですね。あとは炭を転がして火を大きくしていくだけですね。はい、そしたら炭がいい感じになりましたね。そしたら強火と弱火を作りましょうか。こっちが強火、こっちが弱火でやりましょう。強火の方にこのガンガン焼き、これセットしちゃいます。もうこれ置くだけ。これであと15分ぐらいしたら完成ですね。ちょっとお酒入れましょうか。日本酒をそろりと。よし、完璧。そしたらこちらですよ。貝ですね。焼いていきましょう。どれからいこうな。じゃあまず火の入りにくい岩牡蠣とか赤貝、アワビ、サザエ、ここら辺から食べましょうか。真ん中のここら辺行ったらホタテ付き被害大あさりで攻めていきましょうか。岩牡蠣からですね。牡蠣はこの平らな方を下にして焼くと、こっちの貝柱が剥がれてぷっくりした方に身が落ちるんで、平らの方を下に焼いていきます。この巨大赤貝も焼きます。これな、刺身にしたら絶対うまいんですけど、ものは試しで今日は焼きでいきますよ。で、お次が天然牡蠣ですね。こっちは養殖です。こっちは地元で採れた天然の牡蠣。サザエですね。サザエ。で、高級食材、天然アワビ。これも焼いていきます。熱っ。今日は特設ステージ作りました。ここで食べていきます。お、いい感じにクツクツしてきましたね。アワビはこれもう下の方は完璧火入ったんですよ。こういう風に火入るとこうやって取れますんで、そしたら裏側にします。こっち側も火を通すと。よし、うわ、アワビいい感じだな。そしたらこれ貝のタレを作っておきました。これね、お酒と薄口醤油が1対1で入ってて、みりんが大さじ2ぐらいかな。で、あと今日は隠し味に昆布の顆粒だし入れてあります。うまみたっぷりのこのタレをさーっとアワビにかけると、これはうまいと思う。でもついでに上にいるサザエさんにもかけちゃうと。で、これバターですね。アワビとバターの相性は最高です。バターものせていくと。よし、これでアワビの焼きは完成ですね。牡蠣もね、そろそろいい塩梅だと思うんですよね。赤貝は結構時間かかると思うんですよね。天然牡蠣開けてみましょうか。よいしょ。うわー、めちゃくちゃ身が詰まってる。すごい。これですよ。パンパン。ほら、平らの方から焼くとこういう風にぷっくりした方に身が残るんですよね。で、牡蠣にもちょこっとお醤油だしを入れて、そしたら岩牡蠣いきましょうか。岩牡蠣もいい頃合いだと思います。うわ、すげえ。岩牡蠣身入りよ。今年大当たりじゃない？すごいいいよこれ。岩牡蠣はバターいきましょうか。バターとお醤油。真牡蠣はもうそろそろいい頃かな。サザエもいいな。そしたら大あさりもいきましょう。大あさりとホタテで、最後こちらオレンジ色が綺麗ですね。月日貝。よいしょ。よし、こちらを焼いていきます。よし、赤貝もそろそろいいはずですね。ちょっと開けてみましょうか。あんまり焼きすぎても中カラッカラになっちゃうんで。うわ、思ったより簡単に開いた。なんかすごいな。思ったんと違うけどめっちゃいい匂いする。ちゃんと赤貝の風味も残ってますね。そしたらお醤油をちょっと入れて、でバターも1つ2つ入れちゃいましょう。で、ホタテと大あさりいい感じなんで、ここにもお醤油、そしてホタテにはバター、大あさりには入れません。僕はね、大あさりにはマヨネーズかけて食べるのが好きなんですよ。よし、そしたらこのガンガン焼きもいい感じだと思います。うわ、めちゃくちゃいい。しっかり火通ってますね。これ口もちゃんと開いてますね。ほら、うわ、すげえブリブリですね。これがね、岡山県産ですね。岡山の日生の牡蠣です。さすが日生、物がいいね。そしたらガンガン焼きは完成。ホタテの片面がいい感じなのでひっくり返します。月日貝もひっくり返します。いや、この月日貝がめちゃくちゃ物がいい。大あさりも身がいいな。で、大あさりはちゃんと裏返してお腹のところをしっかり火通す。お腹のところしっかり火通してあげないと、なんかちょっとね、生っぽいんですよね。この貝柱とか紐とか水管は簡単に火が通るんですけどね、そこだけ押さえておいてくださいね。はい、これで豪華海鮮焼きの完成。よっしゃ、食べていこう。今日はこの外スタイルでいきます。気持ちいいですね。こちら焼けましたよ。貝の盛り合わせもう最高じゃないですか、こんなんで。これがガンガン焼きですね。そしたらあれ持ってきましょうか。ジャン、銀のやつ、泡が出るバージョン。これがうまいんだ。バーベキューの必須品ですね。いきますよ。パカッ。きた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 。もこ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 っと、まだまだ出ますよ。ほら、きた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 。ほら、かわいいでしょ。泡がプルプル出てきました。これをいただきます。うめえ。これよ、これがうまいのよ。この炭火でほてった体にね、冷たい銀色最高ですね。そしたらあてをいきましょうか。じゃ、まずはこの、どうしよう、迷うな。こんだけあると。まず僕の大好物、大あさりからいいですか。マヨネーズかけてこれで食べるんですよ。いただきます。うめえ。火加減完璧、旨味が濃い。あうどんどんいきましょうか。次これホタテバターいきましょうか。ホタテバターさん、これ貝柱がでかいこと、今の時期ホタテうまいんでね、ぜひホタテ食べてくださいね。いただきます。うめえ。この貝柱の分厚さですよ、うまい。お次はこちら、ホタテに似てるけどちょっと違う、こちら月日貝ですね。いただきます。うまい。ホタテと全然違います。月日貝の方がこうツルンツルンとしてますね。喉越しがねとてもいいですね。ホタテは割とこうワイルドな感じなんですけどね、もうそっくりなんですけど全然違う、面白いですね。じゃあ次どれいこうな。サザエいきますか。サザエ食べやすいでしょ。まあ大体この状態が普通じゃないですか。蓋を取ってこうやってクリーンとしてこうやって食べると、これが一般的なんですけど、仕込んであれば箸一つでいけちゃう。これでいきます。いただきます。うまい。サザエはこの甘みと苦みのこのバランスなんですよね、結局は。ではでは次どれいこう。アワビいきますか。天然のアワビ、こちらいただきます。柔らか、うまっこれ極上だね。すっごい海藻の香りが強いですね。さすが天然物ですね。火入れもバッチリですね。全然硬くない。うめえ。じゃあお次これ赤貝、こんな感じになってます。これねすごく楽しみ。火通した赤貝どうなんでしょう。いただきます。硬っ。ちょっと待って、これ硬いぞ、びっくりしちゃった。うまいけどこれ焼かん方が好きですね。僕刺身のが好き。赤貝の良さが消えちゃってる。この赤貝独特の香りって焼きでも残ってるんですけど、刺身とか握りで食べた方が合うような気がする。美味しいんですけどね。次カキエリアいきます。まずはこちら岩牡蠣ですよ。うわこれすごいな。これ生でもいけるやつですからね。こちらいただきます。うめえ。めちゃくちゃうまいね。いや岩牡蠣は生もいいけど焼きもうまいな。うまい。次天然の真牡蠣。天然の真牡蠣もこんなに身がいい、これですよ。いただきます。こっちもうまい。真牡蠣と岩牡蠣似てるんですけど全然味違いますからね。今度ね皆さんバーベキューやるとき、真牡蠣と岩牡蠣手に入るタイミングがあったらちょっと食べ比べしてみてください。このぐらいね味が違うんですよ。食感も違うしね、面白いですよ。じゃこちらも食べてみましょうか。しびれになくるっと出して、なんかうまく取れないな。いただきます。うまい。うわこれたまらん。僕めっちゃ好きなタイプのやつだ。本当に濃厚。西貝ってわかります？西貝系ですね。これ醤油とかで味付けして煮ても美味しいですね。これはうまい。ビールに最高だ。ちょっと2本目いっちゃいます。パカッ、もうこもこもこもこ。いただきます。いいね。ほんで生ジョッキ缶なんですけど、すごいのがこれもうだいぶ泡なくなってるじゃないですか。なくなったらこう手でちょっと温めてあげると泡が復活するんですよ。ほら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 、もうこもこもこもこって。しかもこの泡がクリーミーでうめえんだよな。ほら泡めっちゃ復活してきましたね。すごい出てくるんですよ。ほらすごくないですかこれ。じゃあ次こちらガンガン焼きですね。これはもうね何もつけずに素材の味そのままでいただきます。うまっ。綺麗な味がするわ。ここれ育った環境が相当いいんでしょうね。海水がうめえで、お口の中にこの貝のうまみがたっぷり残ってるうちに牛丼。ああ本当にうまいね。このために俺は生きとるのかもしれん。だんだん年取ってくるとね、楽しみっていうのが少なくなってくるんですけど、僕はこれが一番楽しみかも。美味しいもの食べて銀色を飲む、この瞬間が一番楽しい。結局で、この生ジョッキ缶なんですけど、中身は36年目で初フルリニューアルしたスーパードライなんですよ。キレがあってうまいのよ。今4時半ぐらいなんですけど、この涼しくなってきた感じの気候で外で飲むビールは最高ですね。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は僕もずっと楽しみにしてたこちら生ジョッキ缶飲んでみました。いや、バーベキューと合うね。味はもちろんうまいし、それは最高ですよ。このいちいちコップとかにつがなくていいんですよ。カパッと開けたらすぐジョッキスタイル、これが最高なんです。誰でもどこでも簡単に生ビールが楽しめますので、みんなも生ビール作っちゃおうということで、こちらの生ジョッキ缶、このゴールデンウィークおうちバーベキューと生ジョッキ缶のセットなんて最高ですね。ほんで今日いろんな貝類をさばきました。意外とね、バーベキューで貝類用意するってハードルが高いと思うんですけど、今日みたいな感じでさばいてもらえればすごく食べやすいのでね、皆さんもぜひバーベキューをやる際はお魚屋さんで貝類選んでみてはいかがでしょうか。というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。